けでございまして、前回の続きです。あの変装服ね、どこやったっけな、ちょっと左スティックが壊れてる、これ野戦服か、これ装備したら、まあ、変装ができんねんけれども、でここでさらに AKS-74U というアサルトレイフルを、ちょっとパチってこやなあかんということなので、パチってきます。まあその AKS-74U とは一体何なのか、まああのロシアが使ってるアサルトライフル AK-47、ご存知でしょうか。まあ、そちらのアサルトライフルを、まあ、ちょっと縮込めたやつです。当時ロシアにね、アサルトライフル AK-47 っていう、まあ、有名なものはありましたけれども、すごく使われてる。でも当時ロシアにはその SMG サブマシンガンが、まあそこまで有用なサブマシンガンがそこまで布教されてなかったというわけで、これは一体どうしたらいいのかということで開発されたのが、その AKS-74U という、まあ、アサルトライフル、アサルトライフルとサブマシンガンの中間みたいなね、まあ、武器なんですけれども、そちらを、パクリに行こうと思うんですが、どこでしたっけね、ここだったっけな、確かこっちだったはず、これやったよな、ちゃうかったっけな、C4 っていうのはプラスチック爆弾、 C4 爆弾、まあピッて起動してポッて爆発するやつ、脱獄ごっこで言うところのリモートボムですね。どこやったっけな、 AK-74 ここがちゃうな、あここやここや、ああそこに武器あるやん、じゃあ取りに行こうか、ドカーンです。気をつけましょう。まあというわけでございまして、どれやったかな、あれ赤外線センサーは持てへんかったっけ。そういえばこのねタバコあるじゃないですか、このタバコの煙でこの赤外線センサーの、まあ、センサーの位置をね確認することもできるんです。でこれまあ捕服したら安全やなということで、捕服でここ通り抜けることも可能なんですが、あこれ M4 かここ、まあ、ちなみにねこっちに爆弾の本体あるんで、こいつ壊してしまえば赤外線センサー、無効化することができます。でここが M4 やったから下か、ちょっと待って、定時連絡敵兵くんな、どっか面白いところに置いといたろ、いい、くるくるくる、大丈夫だ、異常はない。これもう明らかに怪しすぎるよな、明らかに怪しいよなこれな、バレません。あの敵兵大丈夫かほんまに。でたここやここや、こっちのどっかに AK、 ほらここに弾があるから、これやこれやこれや、あったあった。AK を手に入れたようだな。敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう。覚えておくべきなのは AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということだ。他の奴らはロシア陸軍の正式ライフル AN-94 を装備している。つまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ。忘れるなよ。そうか。というわけでございまして、こちら AKS-74U 手に入れました。まあレーザーサイトがついてるアサルトライフルですね。連射って、敵全員今寝てるから連射しようか。これっちも M4 なんですけど、まあこんな感じで連射ができます。でそしてこの野戦服、そしてこの AKS-74U、 この2つを装備すれば、シェル1中央島の敵を、目を欺くことができるというわけでございまして、早速向かいましょう。そして大統領の行方を知ってるであろうエイムズさんという人にね、会いに行きましょう。でこっち行って、でここ左行ったら道があったの覚えてますでしょうか。そうこっちです。でここね、まあちんたらちんたら歩いてるとね落ちます。いやジャック、お願い。まあゲーム的にはさ、ちんたらちんたら歩いてたら落ちるんはまあまあいいとしよう、わかるとしようや。実際のさ、自分の働く施設がさ、これってさ、どうなん？おかしくない？どうやって買えんのこれ。じゃあ、シェル1中央島入っていきましょう。まあ、このシェル1中央島っていうのが、まあ、ここにも防犯カメラがあり、まあ、この防犯カメラ、
一応こうやってくぐり抜けること可能です、この服装ならば。で、まあ、ここで同じ服装の格好の敵兵がおるんで、まあ、一緒に並んで歩きましょうか、こうやって。こいつアホだ、こいつアホだ、あぶね。で、まずは農道にアクセスしに行こうか。農道が確かね、ここら辺にあったはず。僕このエリアでね、好きなセリフがあるんですよ。ロッカーの上、ロッカーの上、ボインボイン、ボインボイン。別に僕頭おかしくなったわけじゃないからな、実際にこのセリフがあるから、後でみんなに聞かせたるから。お、かわいこちゃんが映ってるね。猫ちゃんおる、猫ちゃんかわいいな。最近ツイッターでめっちゃ猫の画像とか動画が流れてくんねんけどさ、そのツイッターでよくあるやん、あなたのおすすめみたいな。別にそこおすすめやんでもええねんけどなみたいなのがあんねん。あ、ごめん、ホールドアップするの忘れとったな。ホールドアップしようか。お助け。まず1人目ドッグタグゲットで、2人目のドッグタグもここでゲット。よいしょ。くしょ、早くやつを見つけろ。警備の補充を頼む。あ、敵兵にバレたな。で、これでドッグタグゲットということで。あ、大丈夫か、大丈夫か、やられてんぞこれ、大丈夫か。うわ、かわいそうにこれな。またやられた。うわ、かわいそうに。警備の補充を頼む。ミスったな。とりあえずエレベーター乗っていこうか。で、確かね、地下2階に先行かなあかんかっていうのは、その地下2階にその指向性マイクっていうのがあったから、まずそいつを取りに行きます。うう、びっくりした。ちょっと見てみようか。これがね AK74U なんですけど、 AKS74 結構かっこいいですよね。僕大好きです、子供の頃から。なんか気づいてないな。動くな。殺しとこうか。で、ここもね、濃度、あ、こいつホールドアップまずしようか。動くな。撃ってみろ、撃ってみろということで撃たせていただきます。撃たないで。さっきまで撃ってみろとか強気やったくせにな。警備の強気やったくせに撃てないでやって、どんくさ。あ、あったあった、ノード、ここやここや。で、このノードを触れたらレーダーがまた使えるようになります。おはよう、おはよう。ここにオウムかインコかどっちやがね、喋ってるんですよ。警備の補充を頼む。指向性マイクを手に入れたな。それで人質の心音を聞くことができる。エイムズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいるらしい。心音が違うはずだ。それを指向性マイクで聞き分けるんだ。ということなので、まあその人質が地下1階の方で囚われているので、後々地下1階に行かないといけないんですが、この敵兵の数見て、レーダーレーダー。身動き取られへんちゅうねんな。とりあえずドッグタグ欲しいから、一人ずつ壁鳴らしておびき出すか。聞こえた。なんか来た、なんか来た、なんか来た。な、なにこいつ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 、早い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 。なにあいつ。じゃあ、なんか走ってるやつ邪魔やな、鬱陶しいな。こいつこいつ、こいつなんか怪しくない、こいつ。ちょ、追いかけよう追いかけよう。なんでこいつこんなダッシュしてんねやろな。まず1人目ドッグタグもらって、で、こいつのまあ寝てるところは、あ、やらかしたやらかしたやらかした。銃撃ってもうた、普通にやらかした。
な、ロッカーの上、ロッカーの上、ボインボインってな、あるやろちゃんと。ただ僕が変態ってわけじゃないからな、みんな覚えときや。こいつここずっと走ってるからさ、ここにエロ雑誌置いといたろか。で、今度こそこいつをこん中に入れといて、動くな。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お助け。こんにちは。よし、まずは OK、 まずは一人を。ボインボイン、動くな。そして二人目も。ボインボイン、どうする気だ。ああ、こいつこういうパターンか。撃つか。で、このロッカーの上、ロッカーの上、ボインボインっていうのが、ここのロッカーを蹴ると雑誌がこんだけ落ちてくんのよ。そう、これで落ちてくるので、この雑誌を使って、まあ敵にあんなことやこんなことや。そう、お前のこと忘れとったわ。ちょっとこいつ嫌がらせしようか。はいはい。で、まあついでにやけど、このオウムをインコか撃とうとするとね、あの謎の力が働いて撃ち殺すことできません。てなわけでして、地下2階の方に向かいたいと思います。あ、じゃあ地下1階か。はい、着きました。シェル1地下1階で、ここであの網膜センサーの話をしてたと思うんですよ。で、この網膜センサー、あ、網膜パターンか、うん、一緒やな、網膜センサーな。これがね、敵の兵士の顔を認識しないといけないんですよ。これ実際ライデンの顔を網膜を通そうとすると、網膜パターンが一致しません。そう、一致しませんって言われて扉が開かないんですよね。なので一体これはどうしたらいいのかというお話でございまして、まあ分かる人には分かります。さあ問題、一体どうすればいいでしょう。ちなみに敵を眠らせる、気絶させる、まああと敵を撃ち殺してしまうと、敵がね目をつぶってしまって、その網膜パターンのセンサー、突破することができません。はい、さあどうしたらいいのでしょうか。ちょっとこいつにはグラビア雑誌でも読んどいてもらおうか。動くな。で、こいつをまずはホールドアップしまして、 OK。 で、そしてここにおるやつも、ホールドアップしましょうか。ん、動くな。勘弁してくれ。みんなあれですね、あのちゃんとドッグタグを渡してくれますね。で、ここに雑誌がいっぱいある。これコウメ太夫ちゃうんか、これ。あの一応ここ外国やアメリカやんか。この研究所1って本誰が読むねん。で、まあ、ほんでこいつをホールドアップして、まあ、まずドッグタグをもらうじゃないですか。で、ドッグタグをもらって、この四角ボタン長押ししてる間にこうやってね首絞めてきたの覚えてますでしょうか。で、そしてそいつをここに持ってくれば網膜パターン照合に成功します。お入りください。ということで、この中にね人質がいるということなので、探していきましょう。あ、人質じゃないわ、人質はおるけど、そのエイムズっていう人がおるので、どっかに探していきましょう。ライデン、そこに囚われている人質たちの中にエイムズがいる。
エイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい。心音が違うはずだ。指向性マイクを使って聞き分けろ。心音を聞いてエイムズを特定したら、マイクをその人質に向けたままアクションボタンを押して呼びかけるんだ。その人質が本当にエイムズだったら何らかの反応を示すはず。もし間違ったら、物音を聞きつけて敵がやってくるかもしれんな。場合によっては警備が強化されるかもしれん。迂闊に呼びかけない方が良さそうね。エイムズにアクションボタンで呼びかけるのは、その相手がエイムズだと確信できてからにしろ。もし間違えたら、敵に見つかる前にマイクを AK に持ち替えてその場を離れた方がいい。そこで敵に見つかったら退路を断たれた上に増援部隊を呼ばれる。とても切り抜けることはできないだろう。見つかったら終わりだ。変装して敵の目を欺きながらエイムズを探すんだ。いいな。ということでね、人質がね、過去たくさんいると思います。さあエイムズの方を探していきましょうか。おっと、その前に敵だ。至急増援を送れ。誰だ。視聴者の皆様、こんな大人にならないように気をつけてください。まあ、ちなみにこうやって指向性マイクをこうやって人に向けてアクションボタンを押すと、まあこうやってあんたがエイムズだなとか言うて言うんですけど、これがエイムズじゃなかったらもう私が違いますみたいな反応を示すんですけれども、でここにねサーマルゴーグルがあるんですよね。あんたがエイムズなのか。もうここに疑心暗鬼になってきます。エイムズではない。あんたがエイムズであってくれ。もう最終的にもう願望になってるからな。あんたがエイムズであってくれって。どうも。じゃあ本物のエイムズさんに話しかけましょうか。あんたがエイムズであってくれ。あんたがエイムズだな。そのままで聞くんだ。俺は敵じゃない。テロリストに化けて潜入している。いいか、テープを外す。騒ぐな。誰から私のことを。忍者の格好をしたミスター X と名乗る。なるほど。これを外してくれ。私はリチャード・エイムズ。シークレットサービスだな。いや、ラリール・レロンに派遣された。君と同じだよ。何？大統領の居場所を知りたいんだろう。時間がない。手短に話す。その前に体内通信に変えよう。ナノマシン経由か。そうだ。声を出さずに会話できる。その方が安全だ。聞こえるか。大丈夫だ。あんた本当に大統領の居場所。ああ、シェル2中央棟の1階に移されたらしい。シェル2中央棟の1階。今もそこにいるのか。いや、今は反応がない。まさか他の人質のように。ん？シール10が突入した報復に人質が殺されただろう。何のことだ。他の人質はともかく奴らは大統領を殺さない。なぜそう言い切れる。ブラックケースだよ。奴らが奪っていった核兵器を解除するケースのことか。そうだ、奴らはブラックケースを奪った。だがそれだけでは意味をなさない。あのケースは最新ハイテク技術と粋を集めたものだ。合衆国大統領の生体データを用いる暗号システムを採用している。生体データ。大統領体内のナノマシンから DNA 情報、鼓動、脳波、血圧等を送信し、それを鍵とするんだ。最新の超並列コンピューターを使っても破ることはできない。入力は脳波、心拍数等が通常の状態でなければ無効になる。薬物や脅迫で入力させることはできない。つまり大統領本人が自分自身の意思で直接入力しなければ入力は認められない仕組みになっている。その上、入力後も一定時間ごとに ID 確認が義務付けられ、確認が得られない場合コード入力は取り消される。だから奴らは大統領を殺さない。少なくとも核を撃つまではな。ここには本当に核が、新型メタルギアがあるのか。無論だ。
ブラックケースのシステムは核兵器の解除だけではなく新型メタルギア起動の鍵も兼ねている。なぜ海上除染施設にメタルギアが？何も聞かされていないのか。すべて偽装だ。原油汚染もその原因となったタンカーの沈没も何もかもな。このビッグシェルは新型メタルギア開発を行うために建造された。今回の視察もその進捗を確かめるためのものだった。どういうことなんだ。待て、見ろ、スネークのお出ましだぞ。あいつが？そのマイクで盗聴してみろ。金、バットマンが死にました。構わん、始末する手間が省けただけのことだ。なぜ我々を裏切ったと思います？さあ、もともと狂人の集まりだ。何をしでかしても不思議ではない。背後を調べさせます。奴らの手先だったと？念のためです。例の侵入者のこともあります。奴の兵装、スニーキングスーツだった。ええ、あのスーツについてはあなたの方が詳しいはず。だがフォックスハウンドは4年前に解体されている。やはり愛国者たちか。シェル2の被害は？汚染海水の循環システムが破損しました。汲み上げた海水が溢れ出し、中央棟の下層ブロックが浸水しています。すぐにシェル1、シェル2の連結通路を封鎖しろ。すでに通路にセムテックスと赤外線センサーを設置させました。あれへの影響は？ありません。大統領は？ブラックケースによるコード入力は終了しました。1時間後に再度大統領本人の確認指示が出ます。それが終われば用済みです。それまでは生かしておけよ。分かっています。本体の起動は？もうすぐです。コード入力は終了しています。あとはあの小娘がシステムを起動させるだけです。いつもの手か？いいえ、薬物で何もかも。アウターヘブン実現まであと少しか。あのサイボーグ忍者は何者なの？シャラシャシカ。私は知らん。あなたも？調べている。仲間を疑うな。オルガ、信じろって言うの？親父を見殺しにしたあんたを。2年前のことをまだ言うか。シャドウモセス事件のファイル読んだわ。オルガよ、この私を疑うのか？あの忍者が私の部下でないことは確かよ。意味深だな。セルゲが生きていれば。親父がいればあんたになんか従う必要はない。オルガ、セルゲイは私の親友だった。私たちを言ったら殺す。セルゲイの娘よ、いいか、私に自由は向けるな。分かった、後ろから撃つことにする。いいか、仲間割れは妖精。行くあてのないお前たちを拾ってやったんだ。お前たちがよそで非合法活動できる時勢ではない。せいぜいウェットワークでもするしかないだろう。決して裏切るな。他に行くところはない。また始まったか。このミニューデがリキッドめ、俺に復讐しようとでも？その腕の移植にいくらかかったと思ってる？リヨンにいる再移植の国際チームだぞ。フランス人など信用ならん。おかしい、活動が頻繁になってきている。もしかしてあの男が？オセロット、ここは任せたぞ。私は例の侵入者につく。わかりました、キング。
いつは本当にソリッドスネークなのか。そう言っているな。スネークは死んだのでは。確かにソリッドスネークは死んだ。だが奴はここにいる。生きていたのか、あるいはもう一人か。もう一人？いや、まさかな。それより奴らは何を。コード入力は終わったと言っていた。やはり。あんた、ブラックケースは大統領が自分の意思で入力しなければならないと言ったな。ああ。では大統領自身が奴らに手を貸しているということか。そうなるな。一体なぜ。人形でいることに飽きたんだろうよ。我々を裏切るとは愚かな。人形？もう時間がないぞ。奴らは必ず核を撃つ。その前に大統領。核を撃つ。要求のタイムリミットまではまだ時間があるぞ。要求？現金300億ドル。何を言っている。核攻撃は空白の手段などではない。それこそが奴らの目的だ。大量虐殺か。いや、奴らは航空で核を使うつもりだ。聞いたことがあるだろう。コンプトン効果やスカラー電磁波。核爆発による電子機器の破壊か。そうだ。大気中で核爆発が起こると5兆メガワットを超える強烈な電磁パルスが発生する。電磁波の強さは数万ボルトパーメートルにもなり、一般の電子機器は全て破壊される。世界経済の中心が機能を停止すれば世界的な大恐慌に陥る。いや、そうではない。デジタルの区引きを断ち切り、マンハッタンを解放区とすること。それが奴らの狙いだ。サンズオブリバティとはよく言ったものだな。サンズオブリバティ。まずい、オセロットが来る。体内通信を解くぞ。私のポケットを探れ。早く。セキュリティカードだ。レベル3までの扉が開く。これでシェル2への扉が開くはずだ。いいか、奴らが核を撃つ前に大統領を何とかするんだ。おい、奴が来る。AKに持ち帰ろう。何をしている。誰だ。はい、おとなしく AK に持ち替えましょう。何をしている。私が頼んだんだよ。このままでは苦しいんでね。やはり DIA の偽装技術は二流だな。何のことだ。もうとぼける必要もない。正体は分かっている。エイムズ大佐。奴らは大統領が反逆を企んでいることを知っていた。だからお前を監視役に起こした。そういうことだろう。残念だったな。任務は失敗だ。ラリルレロを出し抜くことはできんぞ。それはどうかな。どうした。貴様、測ったな。そうか、オセロット。貴様。お前どこのチームだ。顔を見せろ。おい、こいつは誰だ。いえ、私のチームのものではありません。誰だ。やっと会えたな。
侵入者をシルバンで発見。警戒レベルを強化。警戒モードに入れ。徹底的に探すんだ。我々の服装をしているかもしれない。顔をチェックしろ。繰り返す。侵入者をシルバンで発見。アイサ、エイムズが死んだ。心臓発作のようだった。ああ、残念なことだ。だが大統領の居場所が分かったので良しとしよう。ここに新型メタルギアがあるのは確かなようだな。そうらしいな。現在調査を行っている。やつらの目的は核攻撃らしいぞ。現金300億ドルではなく偽装だったとはな。大佐、一体何を隠してる？何も隠してはおらん。私も全てを知らされているわけではないのだ。それらの件についてはあらゆる情報網を使って調査をする。もう少し待ってくれ。今問題なのは大統領だ。奴らが行動入力を終了し、メタルギアによる核発射の準備を整えていることは事実のようだ。君は一刻も早く大統領の元へ向かってほしい。しかし大統領は奴らと。エイムズの話によればな。しかし奴らが大統領を始末しようとしていることも確かだ。裏にはまだ何かある。大統領本人に会って状況を確かめるんだ。それに高度の再確認がなされれば奴らは核を撃つ。いずれにせよその前に大統領の身柄を確保するしかない。ジャック、私も大佐の言う通りだと思う。今は大統領を。分かった。というわけでございまして、大統領がいるというシェル2の方へ行きましょう。動くな。とりあえず寝かしといてこいつは。なんでまあこのままもうここは用済みなので速やかに行きましょう。いいエイムですね、本当に。いいエイムですね。今誰に見られた？今誰に見られた？どこにいるかわからない。警備を強化しろ。了解。シルバン中央棟1階に増員を送る。警備の名前を固めろ。あぶねえ。あんなとこにできおってんや。あぶねえ。で、あのカードキーレベル3を手に入れたので、まず F 客倉庫の方にまずはちょっと行きたいと思います。あ、ちょっとやばいやばい、あ、間違えた。アイテム取りに行こうと思ったら詰まった。まあいいや、ちょっとゲームオーバーになったから警戒モード解除されたわ。こっち行こうか、まずは。で、ここにね、面白いものがあるんですよ。RGB6 っていう。これ一体何なのかというとですね、これね、グレネードランチャーなんですよ。いや、愉快愉快。いや、愉快愉快。これめちゃくちゃ気持ちいい、ほんまに。で、こっちにね、あの PSG-1 っていうのがあるんですけど、この PSG-1 っていうのがね、スナイパーライフルなんですよ。で、こっちダクトがあって、こっちのダクトの中には PSG-1T っていうのがあんねんけど、これがスナイパーライフルの麻酔銃なんですよ。ここか、これ。いや、面白いよこれ。スナイパーライフルただ構えたらそっから動かれへんくなるのがあの弱点やけれども。で、まあこれらの武器を手に入れて、次シェル1シェル2連絡橋の方にね行こうと思います。で、スナイパーライフルの、まあ有用な使い方というのが、まずここにね敵来るじゃないですか。こいつこいつこいつ、当たれへん当たれへん当たれへん。で、死なへんこいつ。よっしゃ、死んだ。まあこれがスナイパーライフルのあの有能な使い方ですね。で、シェル1シェル2連絡橋っていうのが、このあの D 客沈殿地っていうところの、ここここここにレベル3のカードキーで開く扉があんねんけど、ここがシェル1シェル2連絡橋でございます。ライデン、聞こえるか？フリスキンか。今までどこに？ちょっとした調べ物だ。今 H 客にいる。そっちの状況は？大統領の手がかりを得た。どこだ？シェル2の中央棟の1階にいるらしい。そうか。こっちはひどいありさまだ。ここからでは中央棟へは回れない。わかった。これからシェル2へ向かう。シェル1シェル2連絡橋には赤外線センサーのトラップが仕掛けられている。
赤外線に触れるとセムテックスが爆発するぞ。ああ、奴らが話しているのを聞いた。制御装置を狙撃して破壊するんだ。くれぐれもセムテックス本体を撃つんじゃないぞ。破壊しなければならない装置は？双眼鏡で見てみるといい。これがセムテックス。これが制御装置か。というわけでございまして、制御装置の方を破壊しようと思います。あそこにサイファーがねえな。ライデン、小動物を虐待するのはそんなに楽しいか？信じられない、そんな人だとは思わなかった。まったくどしがたいな。鋭いな。満足したら任務に戻ってくれ。鋭いな。という無線連絡がかかってきます。はい、じゃあ真面目に壊していきましょうか。で、セムテックス、それをどうやって破壊するかというと、まあこの PSG-1、 先ほどのスナイパーライフル、これを使って、まあ、破壊していこうというお話なんですけれども、これが1個ね、あれ、あれ、あ、やらかした、あ、やらかした。で、このスナイパーライフル、ブレブレでも使い物ならへんやんけってね、思うじゃないですか。そういう時にね、このジアゼパブっていう薬を飲むと、スナイパーライフルの手ブレをね、抑えることができます。で、これを使って、まあこういう遠距離の、あ、ちょ、お前まで、遠距離の、爆破装置を破壊しないといけないんですが、全然当たらんな、マジで。あ、間違えた。あの機械本体を壊してしまうと、あのセムテックスが爆発するっていう仕掛けになってんねんやんか。だからあの機械壊しちゃダメなんですよ。それなのに僕先から思いっきり機械にポンスかポンスか当ててるからやる気ないよねって話で、ここの後ろにあったはずやねん1個確か。あ、待って、僕あんまり覚えてない。なんか記憶上こういう変なとこにもあったような気すんねんけど、なかったっけな。あ、思い出した、あのディディコングレーシングみたいなことをやらされてここにもあったはずや。ほらほらほら、え、でもこれが全部じゃないな。どこや残り。あ、あれかあれか、オッケーオッケー、わかったわかった。あ、やらかしたやらかした、爆弾撃ってもうた。オッケーオッケー、やっといけたやっといけど、もう何回失敗してんねん、ここでな。ここで、先に進むことができます。ライデン、いいものを手に入れたぞ。いいもの？敵のカサッカだ。飛べるのか？燃料も OK だ。今からシェルワンへ向かう。ハリアはどうした？いや、こっちのヘリポートにはいない。よし、今のうちだ。そっちへ降りる。人質を頼む。中央島に軟禁されてる。プリスキー、他に人質が囚われている場所を見つけたか？いや、そんな気配はなかった。そうか。人質は何人いた？30名弱。うち1名死亡した。何人か怪我もしてる。カサッカの貨物はどう頑張っても13人が限界だ。もう一機のカサッカは？飛べないように細工をしておいた。追跡されては困るからな。そうか。往復するしかない。カサッカを操縦できるのか？民間用の KA-62 の経験パイロットがいる。といっても VR 訓練だがな。機体は軍用型の KA-60 とほとんど同じだから、問題なく操縦できるだろう。準備完了だ。ライデン、俺の相棒を紹介する。オタコンだ。オタコン？いや、ライデン、はじめまして、よろしく頼むよ。敵だ、ここにいるぞ。まずい。ライデン、後で話す。大佐、答えてくれ。フリースキンたちは何者なんだ？君の考えていることならわかる。シャドウモセスにオタコンといえば、ハルエメリヒ博士、シャドウモセス事件での生存者。ローズ。あの事件の後、スネークとオタコンはテロリストとして指名手配された。反メタルギア団体。彼らは世界中のメタルギアを破壊して回った。そして2年前、そのビッグシェルが建造される理由を作った。スネークたちはテロリストではない。ジャック、どうして彼らをかばうの？これまで任務を遂行して感じる、使命感だけではスニーキングミッションは達成できない。
単にタフなだけでは。ジャック、大丈夫？それ以上に崇高な何か、そう、的確な言葉が見当たらないが、例えば勇気や理想に裏付けされた強い意志が必要だ。俺にも感じるんだ。シャドウ・モセスを救ったスネークはテロリストに豹変はしない。それは定かではないが、彼らは2年前タンカーと共に沈んだ。そしてスネークの遺体も回収されている。遺体の DNA 検査も一致。ジャック、あなたの気持ちもわかる。でもスネークは死んでるの。だから彼がハルエメリヒ博士であるはずはない。もう一つ確かなことがある。テロリストのリーダーもスネークではありえない。いたぞ、愛国者たちの手先。やはりどこかで会ったことがある。お前がボスか？違う、単なるボスではない。ビッグボスを超えるもの、ソリッドスネーク。違う、そいつはスネークではない。兄弟呼ばわりされる覚えはない。私を忘れたか、スネーク。スネーク、ライデン、どいてろ。私はリキッドとは違う。
めっちゃかっこいいやろこの導入で。このスティンガーっていうのが、まあ、あの自動追尾型のミサイルランチャーです。でこの、まあ、早速装備しようか。でこれありがとうございます、ありがとうございます。それはちょっと説明中なんで、ちょっと今来ないでください。でここにねロックオンをすると、自動的にこの弾が、さっきの敵のハリアーを追尾して撃ってくれるっていう、もう優れものです。これもね、実際に使われてまして、まあ今もね、やめとこうか。いや、ウクライナのこと話そうかなと思ったけど、さすがにあれやめとこうかと思ったよな。実際に使われてますよって言いたかったけど、ちょっと腹いせにスネークとか。スネーク。しょぼうゲームオーバー。こんなんなんや。いや、打ったことなかったんスネークを。あんなしょぼいゲームオーバーやねんな。もうええわ。スネーク心臓動いてない。これチャンス、これチャンスやねん、これチャンスやねん。チャンスやねんけどさ、プレステ2の処理が追いついてないからめっちゃ重いねん動作が。どこに落とすとんねんスネーク弾。そこじゃないやろ絶対。これどこが安全やったかな。 あ全然違う。燃えてる、ライデンが燃えてる、ライデンが燃えてる。熱そうこれ、熱そう。あ、ちなみにやけど今体燃えとったやんかライデン、忘れとってんけど、あれ段ボールかぶったら一発で消火できます。またさっき次燃えたらやってみるわ。何バカな。オッケー倒しました。何か来るぞ。あれがメタルギア。もう起動してしまったのか。
何あれ。海面を走っている。ライデン大丈夫か。そっちはどうなんだ。どうにか着陸した。ヘリは無事か。修理の時間が必要だ。そうか。大統領を頼むぞ。ああちょっと。なんだ。あんたがスネークなのか。死んだはずだ。俺は死なんさ。まだやることがたくさんある。スネーク、あんたが伝説の傭兵として聞きたいことがある。伝説？伝説は人が作るものだ。人が記憶し語り伝えるものだ。俺は任務でここにいる。自らの意思ではない。できれば今すぐにでもここから逃げたい。なぜ再び戦場に。ライデン、いいか。俺の親友の言った言葉がある。俺たちは政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意思で戦ってきた。なぜ遺体の DNA 検査では。あれはリキッドの遺体だよ。彼とスネークは DNA レベルでは全く同じ。リキッドの遺体。そうさ、世間の目を欺くためのトリック。ある機関が冷凍保存してたのを盗み出したんだ。ちょっと苦労したけどね。そういうことだ。君らは本当に NGO なのか。ああ、僕らは民間の反メタルギア組織さ。どこにも属さない。この地球上からメタルギアを根絶するために動いている。なぜそんな危険なことを。4年前の俺もそう思っていた。アラスカの僻地で自分の殻に閉じこもって酔っ払っていた。僕らは伝える義務がある。世間に、子供たちに。何を。我々人類の間違い、過ちを記憶して伝える、抗議する。そのために生きる。君らが未来を変える。そこまでうぬぼれてはいない。君らのは草の根運動なんかじゃない。テロに近い。そうかもな。僕らの組織フィランソロピーが情報を手に入れたんだ。ここで新型メタルギア開発が行われていて、テロリストがそれを襲撃しようとしているっていうね。タレコミなんかとは違う。信頼できる情報だった。だからあんたたちはここに。ああ、それと個人的な理由。こいつの妹がビッグシェルにいるらしい。俺たちは誰の使いでもない。俺たちの意思で俺たちの戦いをしている。俺は誰のためにも戦っていない。これはミッションだ。大丈夫ジャック。かろうじて。もう私、心臓がどうにかなってしまいそう。また始まった。ああ悪気はないんだが。分かってる。私も強くならなくちゃね。また始まった。俺が無事で帰れるように。大丈夫、帰れるわ。私がついてる。心強いよ、本当。この状況ではね。ジャック、好きだ。セーブしておくわね。大佐、メタルギアはもう起動してしまった。まだ間に合う。大統領を確保して高度の再確認を防げば核攻撃は阻止できる。大統領のもとへ急げ。シェル2の中央塔だ。衛星からの映像ではエル脚の向こうまで行けば中央塔に行けそうよ。今のところ中央塔はまだ浮かんでいるようだ。その手すりを伝っていくしかない。途中でパイプに飛び移れ。外周脚で無事なのはエル脚だけみたい。どうして知ってるんだ。さっきの攻撃変ね。彼らもうここは必要ないみたい。好きだ。大佐、聞いていたろ。スネークだった、あの男は。そうかもしれん。かもしれん。決して気を許すな。なぜ。彼らとの協力はシミュレーションには入っておらん。不確定要素だ。何でもシミュレーションなんだな。実際に戦って血を流してるんだぞ。落ち着いて。そうかな。そうだ、冷静になれ、うん、もし彼らがスネークであったとしても君の任務には何ら変更はない、うん、大佐、あんたは以前スネークと共に戦ったはず。わからない。シャドウモセスの真実によると大佐とスネークは。そんなゴシップ記事は意味がない。いいな、うん、そう、スネークがね、言ってました。俺たちの意思で戦っているんだと。そう、僕もね、僕の意思でこのゲームを実況しているんです。間違いだろうと、なんだろうと、僕はこのゲームをやり続けるんです。 YouTube をやり続けるんです。そう、僕の意思で。あそこにあるアイテムを取りに行くんだ。行くぞ。あ、ミスったもん。
これ携帯電話鳴ってんの分かるかな。これね、携帯電話ガラケーメールくんねん。こうやって燃えている炎は冷却スプレーを吹きかければ消すことができる。へえ、そうなんや。やってみようかということでやっていきます。そう、こうやってね、消すことができるんですよ、冷却スプレー。すごくない？冷却スプレーってマジで有能やろっていう情報がまあ手に入んねん。こうやってあのメールが来るんでね、まああのちょくちょくあの着信音には気をつけていきましょう。これが一番ダサいんちゃうか。ハレーションまで落ちてた。じゃあ、あっこにアイテムあるやろ。これローリングで飛び越えれたはずやねん。こういって、ここほんまにギリギリのところでバツボタンを押してローリングしたら絶対行け。あ、じゃあミスミス、危ねえ危ねえ危ねえ。そう、行くで。ここ、行けた行けた。これこれこれ、よしよし、これでここのアイテムがと。あー、ミス。もうちなみにやねんけど、正解ルートはここをグリップを掴んで横移動して、ここにパイプがあるやろ。このパイプに着地して、そのパイプに伝って進んでいくっていう風やねんけども、ここに鳩の糞あるやん。こうなります。で、ここでゆっくり歩いて、まあ、鳩の糞踏まんようにね、ゆっくり歩いて、で、ここ登ればいいんやけど、こっち登らへんのか。で、このままこの橋の方を伝っていって、で、ここね、もう察しの人は分かるけれども、落ちます、橋が。なので、ちゃちゃっと渡りましょうね。で、そしてここ飛び降りて、さあ、ここ敵来んねんな。ひどい有様だな。で、一応邪魔やから眠らせといて、で、このまま先進んでいきます。ここはローリングで、ここローリング届かんかったはずやから、これ伝っていって進んでいくと。あぶね。ローリングは橋2枚か、1枚のと空いてるところだったら登ることができるけれども、ここ2枚分空いてるから確かローリングでも届かんかったはずで、 L 客外周っていうところに到着いたしました。ここはな、地味にやらしいねんな。これ敵おるやろ。来へんか。こういこうか。オッケー。あ、あぶねえあぶねえ、いい声いい声、あぶねえ、怖っ。何このゲーム、ホラーゲーやん一種の。で、ここもあのサスケの要領で進んでいって、で、僕これな、ここしゃがんでこうやってライデン行ってるけどさ、めっちゃすげえなって思うもん。実際しゃがみでこの体勢で進もうとしてみ、マジで無理やからな。漏れる。誰も見てないよな。というわけでしてね、次回この先に進んでいこうと思います。それではまた次回お楽しみに。